ちは、盆栽ノートの、やってみた、初心者の、盆栽剪定、です。今回は、もみじ盆栽の、基本的な育て方を、動画にまとめました。参考にしていただければ幸いです。それでは、早速始めます。この動画でわかること。1. 置き場所。2. 水やり。3. 肥料。4. 消毒。5. 植え替え。6. 剪定。1. 置き場所。基本的には、室外管理、日当たりと風通しを好む。夏は半日陰に置き、直射日光と西日を避け、葉焼けを防ぐことが大切。葉焼けしてしまうと、秋に綺麗な紅葉が楽しめなくなるので注意。冬は室などに入れるようにし、寒風を避け、乾燥を防ぐ。寒さには強いが、乾燥した北風で、小枝が枯れてしまうことがあるので注意。2. 水やり。水を好む。特に夏は1日2回、葉水も与え、水切れを防ぐ。水切れすると、葉先が枯れてしまい、紅葉にも影響するので、注意。冬は休眠期なので、2日に1回、土が乾いたら、与える程度で大丈夫。3. 肥料。春と秋に、置き肥を1回する。与えすぎると、枝の繊細さがなくなるので、注意。4. 消毒。予防のため、春の芽出しの時期と、冬の室入れ前に、殺菌殺虫剤を散布する。葉水を与えることや、風通しを良くしておくことも、病虫害の予防になる。5. 植え替え。2年に1回を目安に、春の新芽が動き出す前に、行うのがベスト。成長が早く、根詰まりしやすいので、小さい鉢の場合は、毎年植え替える。6. 剪定。3月頃から芽吹く新芽は、2葉残して芽摘みする。下2葉が固まった頃に片方を剥がりし1ヶ月後にもう片方の葉を葉の面積を減らす葉切りをする。こうすることで新芽の勢いを抑え小さな2番目を増やす。2番目は芽摘みで調整しつつ葉が混み合ってきたら大きな葉を切り取る、葉透かしをして、風通しを良くする。紅葉後は、休眠期に入るので、木に負担をかけずに、不要な枝を剪定したり、針金掛けをすることができる。以上になります。この他にも、剪定方法や植え替えに関しての実践動画もありますので、画面上部にある i マークのその他の動画はこちらからご視聴いただけると嬉しいです。よろしければチャンネル登録もお願いします。ご清聴ありがとうございました。